リュカ・プイユで早期敗退をさらし、スランプに入ったので、フランスの ATP チャレンジャーツアートーナメントに出場。決勝でマイケル・イマーを破り、チャレンジャー優勝を果たした。翌週のマドリードオープンでは1回戦で、第13シードのチョリッチを破ったが、2回戦で、ポーランド時に予選通過者のホベルト・ホルカシュに敗退。ウエスタンサザンオープンでは3回目の、 マスターズ準々決勝に進出。世界9位のカレン・ハチャノフを破り、約3年ぶりのトップ10勝利を挙げた。準々決勝では、ジョコビッチに敗れた。その後の楽天ジャパンオープンでも、ジョコビッチに敗れた。上海マスターズ後は、右肘の怪我のため、シーズンを早めに終了を発表した。2020年3月に、チャレンジャー大会で復帰するも、初戦敗退。 その後は、新型コロナウイルス感染症流行の影響で、ツアーが中断される中、7月中旬に右ひいの手術を受けた。復帰明けだったので年始は主にチャレンジャーなどの株大会に出場していた。それからは、マスターズやグランドスラムなど徐々に大会のグレードも上げて出場していたが、なかなか戦績が芳しくなかった。W イコール優勝、F イコール準優勝、 SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF。 B イコールオリンピック銅メダル NMS イコールマスターズシリーズから降格 NH イコール開催なしありがとうございます